黒沢のみんな、もう切り替えなきゃダメだ。本当に悔しいね。 ACL での敗戦経験しましたけど、土曜日にはね湘南ベルマーレと開幕戦もう控えてます。明日にはもう J リーグ自体も開幕します。他の19クラブはもうみんな、どのチームも準備万端で開幕戦に向けて調整しております。だからこそフロンターレはしっかりとここで切り替えて開幕戦に臨まなければいけません。一番ね、切り替えが難しい敗戦の仕方をしてしまったので、切り替えるのは本当に大変だと思いますけど、なんとかここで一回切り替えて J リーグでね、もう一回ね自分たちをしっかりと見つめ直して、そして秋からの ACL エリートにリベンジしていきましょう。はい、ということでね、まあ ACL 三都戦では本当に悔しい負け方をして、ショッキングですし、僕自身もね、まあ、未だにもう完全には切り替えられていませんけど、まあ、土曜日からは本当に J リーグが開幕しますんで、で湘南ベルマーレもね、ああいうフロンターレが負け方をしたということで、かなりねつけ入る隙があるんじゃないかというところもありますし、意気込みはね相当高いものだと思いますし、ホーム開幕戦なので湘南ベルマーレにとっては本当にここでしっかりと勝って勢いをつけたいというところだと思いますんで、まあ、フロンターレいつも以上に強い気持ちを持って臨まなければいけない、そんな試合になると思いますし、まあ、湘南のねプレースタイル、チームスタイルを考えると、やはり三等戦のような失点の仕方っていうのは結構容易にね想像つくと思うので、同じ失敗をね繰り返さないことをね考えた上では、本当に今のフロンターレにとっては非常にね難しい相手にはなると思いますけど、なんとかこう乗り越えて、もう一度俺たちはこのままじゃ終われないんだっていうねところを示してほしいと思いますし、まあ、リーグ戦でもう一度結果を残して ACL にね、まあ幸いにも今シーズン秋からね、今年の秋から新たな ACL エリートにねフロンターレ出場権持ってますんで、まあ、そこに向かっていってほしいなと思います。はい、ということで湘南ベルマーレですけども、昨シーズン J1 15位というところで、まあただ一時はね最下位に沈んでいて、非常にね難しいシーズンを過ごしてましたけども、うまくセンターラインキム・ミンテ選手と田中聡選手を夏に補強して、まあ、そこからね後ろが安定しての15位というところまで持っていきましたし、ただ昨シーズンのねエースだった大橋悠希選手が広島へ移籍してしまったので、まあそこの穴埋めがどううまくいくかで今シーズンねかなり左右するんじゃないかなというところで、まあそこの穴埋めとして期待されるのが福岡から来たルキア選手ですけど、まあそこがどう穴埋めできるかが、うん、今シーズンの一つ鍵になるんじゃないかなというところは、はい、思っております。はい、ということでさっきも言いましたけどね、三等戦の失点シーン、まあ振り返ってみると1点目に関しては配置が整ってないビルドアップをねうまくかっさらわれての失点なので、もう湘南もそこに関しては前線からねアグレッシブにプレスかけてくると思いますし、まあ、そこでやっぱりもたつくと簡単に奪われての失点っていうのはもう想像は容易にできると思いますんで、もしね配置が整っていない状況もしっかりとねその辺は仕込んでもらいたいですけど、まあ、おそらくこの数日間ではなかなか難しいと思うので、整っていないのであれば、しっかりと別のプランを持ってね試合に入ってほしいと思いますし、特に序盤試合の入りはね本当にその辺はねリスクを回避しつつやってもらいたいっていう個人的には思ってますんで、はい、まあ、そこがどう序盤試合に入るかっていうところは注目点になるかなと思いますし、まあ、あとは三等戦の2失点目に関してもコーナーキックを奪われてからのカウンターというところで、まあ、ただ止められたシーンはやっぱあって、脇坂選手のコーナーキックね奪わ、まあ、そこのキックの質はまあね変えてほしいですけど、まあ、そこを奪われたとしてもその後中央にボールが行ったシーンで立花選手がね一瞬ためらって少し遅れてアプローチしたことで簡単に逆サイドまで持っていかれてからのあの展開だったので、勝負をね考えるとあそこでイエローカードをもらってもいいからあそこでしっかりと潰しに行くというところは必要だったと思いますし、まあ、そこに関してもやっぱ勝負に対する覚悟っていうのがね必要になってくると思うので、
で湘南に置き換えてもやっぱ湘南は前に出てく人数だったりスピードっていうのはもう持ち合わせているチームなので、まあそこでいかにねファールでカウンターを止めるかっていうのも一つ大事なポイントになると思うので、まあ、そこもねこの試合に生きてくる場面だと思うので、しっかりそこら辺はやってもらいたいなと、はい、思います。ということでね、本当にこう考えると三島から湘南っていうのは逆に言うと失敗を繰り返さないためにも非常にねいい相手だと思いますし、そこに打ち勝ってしっかりとね今シーズンのフロンターレの強さっていうものをね改めて証明してもらいたいと思いますし、本気でねリーグを取りに行ってほしいなと、はい、思います。でまあ一応予想スタメンではありますけど発表したいと思います。はい、ということで、まあ予想スタメンになりますけども、まあゴールキーパーのところはまあ調子の選手なのかなと。まあ三島戦、まあ1点目に関してはねビルドアップのところで相手を見ながらビルドアップができるようになるとさらにいいのかなと思うので、まあ、そこは改善してもらいたいところではありますけど、まあそれ以外の部分に関してはそこまで大きな、うん、まあ4失点はしましたけど大きな部分はなかったと思うので調子の選手で行ってもらいたいなと思いますし、まあ、右サイドバックに関してはファンウェルメスケルケンサイ選手を起用して、まあここでもう一度ね、まあ、湘南は走れるチームですし対人のところも重要になってきますから、まあ、そこで戦えるサイ選手を起用してほしいなと、起用かなというところは考えております。でセンターバックの部分ですけど、まあ、大南選手のねやっぱり精神的な部分はどうかっていうところはちょっと難しいところがあると思いますけど、リバウンドメンタリティには期待したいと思いますので、大南選手、そして相方には高井光太選手をまあ起用して、まあ、ここでまあビルドアップが間違いなくね安定はすると思うんで、あとはやはり リーダーシップのところ、まあ、大南選手がちょっとメンタル的にどうかは分かりませんけど、まあ、もし無理なら、まあ、おそらく丸山選手になると思うんですけど、まあ、そこら辺がね丸山選手との相性は非常に良かったので、まあ、違う選手の時にどれだけリーダーシップ取れるかとか声掛けの部分でねどれだけできるかっていうのは高井選手、まあ本当今チームがね難しい状況の中なので、逆に若手の選手が元気を注入してもらいたいなっていうところはね感じるので、まあ高井選手はちょっとはい使ってほしいかなっていうところは感じますし、まあ左サイドバックのところには三浦聡太選手、まあ三浦聡太選手はねこの前の ACL は本当に素晴らしいプレー内容でしたし、いい意味でフロンターレっぽくない選手だったと思うので、パス交換もしながら気を見て本当に直線的にポケットのところに走っていって、まあ、スピードでねもう相手を置き去りにしてね素晴らしい背後にランニングからのプレーだったので本当に素晴らしかったなっていうところは感じたので、三浦聡太選手は使い続けて、うん、うまくねどんどんフィットしてほしいなと、はい、思います。で中盤の底ではゼヒカルド選手に期待したいですね。まあ立花選手だったり脇坂選手がちょっとメンタル的にどこまで立て直ってるのかちょっとわからないですし、まあここで一回ゼロようなねチームを落ち着かせるアンカーをここに置くことでもう一度展開力だったり落ち着きっていうのをね取り戻してもらいたいので、まあこれぜひカルドを使ってみてほしいかなと、はい、個人的には思ってますと。そしてインサイドハーフに関してはやはりACL でね出番のなかった瀬古選手、まあ、相当ね燃えてると思いますし強い気持ちをね注入してくれると思うので、まあ、瀬古選手に期待、そしてその相方にはやっぱり山本裕貴選手ね、まあ、ACL での三島戦は本当にもう素晴らしいプレーの数々でしたし、間違いなく川崎の中で一番光っていた選手だと思うので、まあ、この試合も引き続いてねチームに必要な選手なら間違いないですから山本選手には期待したいなと、はい、思います。そして3トップは右に山田慎選手、まあ、家永選手は中3日ですし、まあ、90分以上、ね、プレーしたということもあって、まあ、山田慎選手は上下動できますし湘南相手にやっぱ相当、ね、切り替え早くプレーしなきゃいけないので、まあ、ウィングのところでその攻守の切り替えっていうのをしっかりとできる山田慎選手を使って、まあ、逆に
主から攻でいい位置奪って攻撃に移る時も山田選手がね引っ張ってね戦っていってほしいなと、はい、思います。そしてまあ左はマルシーニョ選手で、まあマルシーニョに関してはねもう言うことはないと思いますけど、唯一背後をつける選手って言ってもいいぐらい、やっぱ今のフロンターレにとっては欠かせない選手ですし、まあ相手はおそらくハイラインを敷いてくると思うので、まあそこの背後をねタイミングよく狙えば、まあこれほどね簡単なものはないですし、まあ、あとはマルシーノに関しては決定力の部分ですね。やっぱホットシュートのところでの落ち着きっていうのはやっぱ必要になってくる。こればっかりはね、まあ、マルシーノの一瞬覚醒したりはするけど、まあ基本的にはずっと付きまとっている課題だと思うので、まあ、ここに関しては、まあ、チャンスメイクしてくれるだけでもありがたいですけど、まあ、しっかりと決めきってくれるようになるとさらに上のレベルになってくると思うんでね、まあ、そこは諦めずに頑張ってもらいたいなと、はい、思います。そしてまあ中央エリソン選手ですね、まあ、ACL で敗退して涙してくれたぐらい、本当今フロンターレにとって強い気持ちを持ってプレーできる選手だと思いますし、三島戦でも唯一気持ちを見せてプレーしてくれた選手かなっていうところで、まあ、熱くなるところはね、まあ、デメリットになるところもあるんですけど、逆に言うとチームにとって熱さを注入してくれる選手だと思うんで、まあ、そこはエリソンは本当に僕は期待したいと思います、はい。まあ、エリソンが中央がいいのかウィングがいいのかっていうのは、まあ、一つね分からない部分ではあると思いますけど、逆に、ね、山田慎を中央にしてエリソンを右にしても成り立つかなと思うんで、まあ、そこら辺は臨機応変に、まあ、このメンバーだったら入れ替えても問題ないと思うんで、まあ、エリソンもしっかりとねこの前の三島戦、まあ、バランスが悪くなったと思ったらしっかりと右を埋めてもう自陣の深くまで守備で戻ってくれたりもしてたんで、まあその辺は問題ないかなと思うんで、ね、まあいずれにしても本当に難しい湘南は相手だと思いますし、まあ、逆に言うとこのチームに勝てれば今のフロンターレのウィークは一つね克服できると思うんで、はい、もうしっかりとここはね気持ちを切り替えて戦っていってほしいと思いますし、まあ、J リーグ開幕からねしっかりと戦えれば全然リーグ戦取れるぐらいの戦力は持ってると思うんで、はい、あとはもうメンタルのところだと思うんでね、はい、もう全員でしっかりと J リーグ取っていきましょう。はい、ということで今回は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。